はい、おはようございます。どんチャンネルです。7月15日ね。まあ、夏本番っていう感じだけど、まあ、まだ梅雨明けしてないのか。先日見た映画の感想をいきます。タイトルは、密輸1970。先日、キングダムを見たんですよね。大将軍の帰還でしたっけ。その映画を見た後に、まあ、上映時間のつながりが良かったんで、まあ、僕は韓国映画好きなんでね、これも見とこうと思って見ました。ウィキペディアがないんでね、ちょっと公式サイトから引っ張ったあらすじをいきます。1970年代半ば、韓国の漁村クンチャン、海が化学工場の廃棄物で汚され、地元のアマさん、海女と書いてアマね、アマさんチームが失職の危機に直面する。いや、要するに彼女たちは素潜りでアワビとかを取って生活を立てていたんだけど、まあ、それが商品にならなくなったんで、まあ、私たちどうしたらいいのよっていう状況なんですね。んで、リーダーのジンスクは仲間の生活を守るため、海底から密輸品を引き上げる仕事を請け負うことに。ところが、作業中に税関の摘発に遭い、ジンスクは刑務所送りとなり、彼女の親友、チェンジャだけが現場から逃亡した。その2年後、ソウルからクンチョンに舞い戻ってきたチュンジャは、出所したジンスクに新たな密輸の儲け話を持ちかけるが、ジンスクは、チェンジャへの不信感を拭えない。密輸王クオン、チンピラのドリ、税関のジャンチュンの思惑が絡む中、苦境に陥ったアマさんチームは、人生の再起をかけた大勝負に身を投じていくのだったっていうね。まあ、韓国映画を見るたびに思うんやけど、やっぱり韓国の人たちの顔立ちって日本人の僕たちとほぼほぼね、よく似ているので、まあ感情移入しやすいんですよね。で、舞台が1970年。まあ、日本でも1980年代を舞台とした映画がね、まあ作られたりしたりするけど、まあ、その頃の韓国っていうのはさ、まあ、半島の紛争が終わってさ、まあ、経済的にガーって伸び出す時期でね、まあ、その時、人々はさ、まあ、いろんなことを考えるわけですよ。真面目にコツコツ頑張っている人もいれば、一攫千金を夢見てね、まあ、法に触れることとは知りながら、やっちゃう人たちも出てくると。まあ、そういう人たちって基本、まあ自分の私利私欲のためにやってることなんでね。まあその関係性上ね、いさかいが発生したりね。で、仕事のパートナーに対して疑心暗鬼な心を持ったりね。まあそういうことが描かれている映画でした。なんていうの？すごいね、よくできた映画だと思ったんだけど、普通にね、まあ見ていて、嘘くささがないんですよね。ちゃんと密輸、まあ、海女さんたちがね、あれ、水深10メーターか20メーターぐらいありそうな海底に実際潜ってね、なんか木箱をさ、引き上げるシーンとかさ、まあ、実際僕は韓国に行ったことはないんだけど、韓国の地方の、まあ、寂れた漁村に住んでいる人たちの生活ってこんな感じなんだろうなっていうのはね。まあ、よく言うリアリティがある。まあ、スクリーンを見ていてさ、こんなはずないじゃんとかさ、ね、そんな都合のいい話ある？みたいな、ふうに思えたらもう冷めてしまって、物語に感情移入できなくなるんだけど、
スクリーン上映し出される光景にこう引き込まれるっていう表現するけど、ああそうなんやって、ああ日本でもあの時代ってこんな感じやったもんなみたいなことで、こう心を引っ張られるとストーリーの中にも入っていきやすい。ああ韓国の公務員ってこんな感じなんかなとかね。ただまあ僕は2本続けて映画を見たせいかもしれないけど、まあ上映時間が2時間超えの作品なんで、ちょっと飽食気味かなみたいな気もしました。まあストーリーはね、テンポよく進んでいくんで、間延びしているっていう感じはしないんだったけど、まあそれは僕の都合。まあ、いっぺんに2本映画を見た後の2本目だったんで、途中からさ、ああ、なんか、もうお腹いっぱいみたいな感じになっちゃったのも事実ですね。韓国の女優さんって綺麗ですよね。で、70年代のヘアスタイルとかさ、ファッションとかさ、ああ、あんな感じだったんだっていうのもね、興味深く見ることができました。70年代、80年代のね、風俗に興味のある人、韓国映画が好きな人、まあ、騙し騙されのね、クライムサスペンスが好きな人にはね、おすすめできる一本かなと思います。事実、韓国ではね、去年の夏上映されて、500万人を動員したヒット作だそうです。まあ、これが、まあ、賞レースのね、アカデミー賞の対象になるかとか言うと、そういうことにはならないとは思うけど、まあ、あ、よくできてるなとね、思わせる一本でした。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。